暗息角は、滑り出さない限界の角度を表す、工学用語である。土出力学、粉体工学や機械工学で用いられており、それぞれの分野での意味が異なる。粉体の暗息角、アングルオブルポゼドや粉流体を積み上げた時に、自発的に崩れることなく、安定を保つ斜面の最大角度を、暗息角と呼ぶ。一般的な地上の斜面では35度前後、 水中では1から2度で滑り始める場合がある。暗測角は粒子の大きさと粒子の角の丸みや形状により決まる。例えば、山間地における、急流部におけるセンサでは、角が立っている、歴材が多くあるので、急角度でも安定であるが、洗状地や、緩い河川の流域の歴材や海砂では、角が取れているので緩やかな角度となり、流動してしまう。 斜面に置かれたものが滑り出さずに止まることができるときの斜面の角度や摩擦係数に起因する。暗息角が土石における全体の安定形成を示す物理量となることは知られているが、この角度そのものが力学的にどのように作用されるかはわからないままになっている。ウォームギアでは4度以上では滑り出すことになっている。すなわちセルフロックを望むときには、 ネジの角度を小さくする必要があり、ウォームホイールからの逆駆動を望むときには、複数条のネジにして、径を小さくする。ウォームのねじり角が、安息角より大きければ逆駆動は可能である。ありがとうございます。